知らん。悪い、本当に何も知らないんだ。今回ばっかりは俺の情報網でもつかめなかった。いい子だぞ。先月といい、なんかラッキーな予感がしてきたぞ。俺の強運を甘く見るなよ。音羽薫です。親の都合で突然の転入となりました。まだこの町に来て2日しか経ってないので、わからないことも多いと思います。でも頑張って慣れていこうと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
おい、俺たちも行こうぜ。ほら、早くしろよ。この町みたいに海が見えるのどかな町ってとこかな。近くはないけど遠くもないよ。何度か電車を乗り継げば行けるところだからね。うん、いいよ。この学校って教科書、一緒に見ようね。あれ？どうしたの？何言ってるのよ。こうしないと二人で教科書見れないでしょ。おい、三上くん、聞こえてる？
めんごめん、ずっと呼んでたのに三上くんたら全然反応ないから。そこのところが見えないんだけど。三上くんが肘で隠してるとこ、今そのあたりのこと言ってるんだよ。悪いね。で？三上くんは授業中に何を思いふけっていたのかな？嘘はいけない。ありがとう。でも今はこっちの質問に答えてね。隣の私に言えないことなんだ。でももう隣であることに変わりはないでしょ。ああ、やぶヘビ。
い、トモヤ、飯食おうぜ。もしかして、まだ買ってないのか？前の休み時間中に買ってくればいいじゃないか。俺だったらそうするけど。待っててやるから早く買ってこいよ。ああ、できない。特に男に対してはな。実はちょっと職員室に行かないといけないのよ。ほら、転校して初日でしょ。だからまだ手続きとかが残ってるんだ。ほんと、これだから転校って楽じゃないんだよね。トモちゃん？あ、そうだったね。どうも、まさかゆえです。ああ、そういうことね。私は音羽香るって今朝言ったよね。とりあえずよろしくね、今坂さん。えへっ、こちらこそ。あ、そうだ、音羽さんも一緒に帰ろうよ。いろんなとこ案内してあげるから。そうなんだ。ということなの。ごめんね、せっかく誘ってくれたのに。ううん、別に気にしてないから。また今度機会があったらってことでいいかな。そうだね、じゃあ今度ってことで。いい加減行かないと。じゃあまた明日ね。バイバイ。
え、ともちゃん、音羽さんってなんか感じのいい人だね。しおんちゃんよ。もう、ともちゃんひどいな。あれ？どっか行っちゃったね。それもそうだね。でも、あの子あんまり教室にいないんだよ。そうなのかって、うん、お昼休みとかもどっか行っちゃうしね。もう、ともちゃんの意地悪。慰めたんだけど。ねえ、ちゃんと聞いてるの？本当に？じゃあ何の話してたか言ってみて。
もういいよ。やっぱり聞いてなかったんじゃな。もういいってば。